こんにちは、ドクターネックスです。さあ、やってなかったイベントやっていきましょう。新春御帝紅白隠し芸大会ダイジェスト。全何話なんだこれ。3話短いね。はい、1話開幕、そして4回戦なんだいきなり4回戦なのか。花太郎を訪ねてきたガンジュ。しかし花太郎は前日の御帝13体新年の宴により疲弊しきっていた。面白い。残念だ。終わりだ。最近もうこのアイゼンばっかり使って出撃回数を増やしてます。だと私の勝ちだ。まあダイジェストぐらいでちょうどいいのかな、はい、2話、9回戦兄弟対決。すげえ飛ぶな。そして細かく分かれすぎだこれ。戦況は、赤組の劣勢となっていた。勝利の期待を背負い舞台に上がるルキアの相手は白夜だった。面白い。残念だ。終わりだ。残念だ。安全ことはない。まあイチゴはかわいそうだよね。しまった。白夜の一人漫才を見しびれ。私の勝ちだ。3話、縁も竹縄。ルキアの処理により勢いづく赤組。
一方、功を焦る白組に満を持して登場したのは、これなんで花太郎ボス出てこないの？完全にこれもうマユリ様フラグでしょ。私の勝ちだ。ボニーちゃんの肉は若干硬そう。はい、今回ここまでですね。そうか、これはガチャチケがゲットできるのか。じゃあ頑張って守ろう。はい、今回はここまで。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。